世界中の皆様こんにちは、コパムンです。おいす、今回ですけども、私今ね、富士市天満ら辺をね歩いているんですけどもね、今回はね、何やら天満にね、なんか美味しいねホルモンの自販機があるっていうんで、ちょっとそこのねホルモンを食べてくれっていう依頼がありましたんでね、ちょっとホルモン好きからしたらちょっとそれは行かなあかんやろっていうことでね、今日はちょっとそこに行こうかなと思ってるんだけど、なんかね調べたら結構ね住宅街で、ちょっとなんか駐車場もなさそうで、なので今日はね珍しく、自転車で、行ってみようかなと思います。最近ね結構ね、そういう自販機も増えて、アイスだったり肉だったり、ね、ラーメンだったりね、今回ねホルモンのね自販機がねあるっていうことなんで、ちょっと行ってみたいと思います。はい、もうねこっから今ね藤井西公園なんだけど、もうこっから、自転車で10分ぐらいかなっていう場所にありますんで、ちょっと行ってみたいと思います。では皆様、そのホルモン楽しみに、していてください。では行きましょう。ここのね戸田整形外科さんの前を通り過ぎて、そのまま富士宮方面に向かいます。あ、やっべ、右側通行、自転車だ、怒られちゃう。はい、直進します。そうすると見えてきます、目印のね丸吉食堂さんでございます。はい、ここの信号を右に曲がらせてもらいます。自転車なんでね左側通行しましょうね。さあそろそろね、さっき丸吉食堂さんを曲がってちょっと北に走ってるんですけど、そろそろね上りが見えてきてもいい具合なんだけど、急にねこのね住宅街にね、ホルモンっていうね、上りが出てるみたいなので、ちょっと探してみましょう。急に出てくるらしいんで、どこかちょっとキョロキョロしながら走りたいと思います。あった、あったあった、ホルモン。急に疲れた。今日めちゃくちゃいい天気になっちゃったよ。トレーナーで来て失敗した。出てきた、ほら出てきたよホルモン。急に、ホルモン、ほらほらほら、急に、じゃあゲットしましたんで、お家で焼いて食べたいと思います。じゃあ帰ろう、暑いから。よし、今ねちょっと今ねホルモン開けたらね、今ホルモンこういう風になってるんだけど、なんか変なのついてて、で、ちょっと剥がしてみよう。剥がしたらね、
当たりって書いてあんのよ。当たり。そしたらね、100円入ってたらしい。100円入ってる。多分ね、ほら。当たったらしい。わーい。ありがとうございます。あざす。なんだよ、すっげーサービスじゃん。はい。でね、はい、ホルモンがね、2つ。1個単品で買うと500円なんだけど、2個セットで買うと900円でございます。でね、100円引き、100円もらったんで、1個400円で買いましたんで、皆さんどうですか？買ってみてください。とりあえずね、1個、回答したいと思います。さあ、じゃあ行こう。さあ、早速ね、もう準備ができたんでね、ホルモン焼いてみたいと思います。名前はね、鈴木ホルモン店ということでね、で裏見るとね、製造元がね、富士市天満にある鈴木ホルモン店さんが作ってるみたいです。なんか隣の、あの自販機があった建屋かな、なんか鈴木なんとかさんって書いてあったから、その人たちが作ってるのかな。で、味付け冷凍ホルモンです。解凍後、フライパンで汁気がなくなるまで炒めてからお召し上がりくださいってことなんでね、ちょっとやってみましょうよ。はい。まだね、午前中ですよ。やばいよ。まだ9時とか10時ですよ。はい。じゃあちょっと早速やってみましょう。よいしょ。よいしょ。飛び散るからね。さあ、ホルモン入れましたよ。さあ、どんなもんか。これ部位的には何なのかな？てっちゃんかな？部位的には。でも油もちょっとありそうな感じで、めちゃくちゃうまそうです。汁気がね、なくなるまで炒めてくれっていうことなんでね、ちょっと待ちましょうよ。うわわ、すごい匂いが、やば、めちゃくちゃうまそう。くー、早く食べてー。くー。さあ、そろそろ、もう少しかな、もう少し。なんかあの自販機、他にもさ、ボタン園さんの焼肉とかが売ってたから、まあちょっとボタン園さんのね、自販機はね、富士の駅前とかでちらほら見るんで、ちょっとその、まあ、系列なのかなとか、まあ、餃子も売ってたので、万福屋さんの餃子も、まあ、この鈴木のホルモンさんもそっちで買えるのかなとかは思います。僕ちょっと確認はしてないんですが。お、ちょっとそろそろいいんじゃない。やばいやばいやばい、焦げちゃう焦げちゃう。弱火弱火、あ、やばいやばいやばい、弱火弱火、シャ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 、いいやんいいやん、最高やん。よっしゃ、じゃあいただきます。ちょっといいよ、いい感じじゃない？もうニンニクの匂いがやばい。じゃあいただきます。どれ、じゃあちょっと2ついただきます。鈴木のホルモンさん、いただきます。鈴木のホルモン、いただきます。うん、うめえ、うまっ。うん、ニンニク、どんどんね。やっぱ焦げた、焦げた。一回止めよう。うまっ。やばい、あれだ。これ、これがなきゃ始まんないでしょう。じゃあ、いただきます。まだ午前中です。いただきます。うまいよな、ビールって。何回飲んでも飽きないよね、ビールって。うま、最高やん。あ、ちょっと焦げ目がついて最高やん。うん、うまっ。うん、ちょっとね、甘めなんだけど、ニンニクでガツンときてね、これ美味しいよ。これちょっとホルモン好きの人買ってみてください。駐車場もねあるので、1台2台ぐらいなんか止めれるそうな感じなんで、駐車場っても書いてありましたし、駐車場で車で行けると思います。いただきます。
うまっ。ほんで俺まだこれじゃあちょっと満足できないよっていう方はね、ニンニクに追いニンニクしてください。追いニンニクしよう。僕これ好きなんで、追いニンニク、これね、1スプーン、まあ、1スプーン半入れちゃう。そう、入れちゃってね。でここにね、ネギを、今ねネギ高いから、ネギをねバラバラっとねやってもらって、でここにね七味をね、これで最高でしょ。最高じゃない、最高だ、やば、最高じゃないか。でもう一回火つけると焦げない程度に、いやちょっと焦げ目つけたぐらいが美味しいのか。ああそう、混ぜてね、ニンニク、そうやな、ニンニク混ぜて、うわやば、ニンニクの匂いやば、やばい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 、最高だ、やばい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 、じゃあいただきます。このたっぷりなニンニクとカレー、いただきます。うん、うまっ、最高だ。やば、止まらん、あらばば、止まらん。うん、ちょっとピリ辛が最高じゃん、やっぱ七味。うんうん、白飯が食べたい、もうホルモン丼でいいじゃんこれ、最高だよ、最高な飯テロ。場所がねちょっと分かりづらいんですけど、あの大月線の丸吉食堂のとこ上上がってけばすぐなんで、300-400m ぐらい上がるのかな。うん、上がると上りが出てますんで、うん、ちょっと皆さん行ってみてください。うん、あ、終わってしまいました。さあ、じゃあね、あとはゆっくりちょっとね食べたいと思います。ではね、今回はね、富士市天満にあります住宅街のねホルモン自販機、鈴木ホルモンさん、よかったら皆さん行ってみてください。ではね、美味しいと思った方チャンネル登録、俺はちょっと行ってみるって方高評価よろしくお願いします。では皆様、次の動画でお会いしましょう。コーパームーンでした。じゃあね、バイバイ。